情報センターの清水さん、お願いします。はい、東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネルで10キロ、中央道の下りは国立府中インターで8キロと富士のパーキングエリアで11キロ、東北道の下りは浦和料金所手前で乗用車2台の事故のため4キロの渋滞です。東関東道の下りは事故の影響のため渋滞しています。東関東道の下りは湾岸市川インターで事故の影響のため首都高速湾岸線の千鳥町まで5キロの渋滞です。千葉県の京葉道路は下りが船橋料金所で3キロと海津インターで5キロ半の渋滞、東京湾アクアラインの木更津方面の間下りはアクアトンネルを先頭に首都高速湾岸線東行きの東大三島まで6キロの渋滞です。一般道路は国道357号線の東京方面からの東行きが浦安市前浜で2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。清水さん、ありがとうございました。 BFM トラフィックアップデート、次は8時55分頃お伝えします。